今日一番いいピッチングしたのは自分だったね。いや、そうなんだけど、そうなんだけど、2点取られてるんだけど、2点取られて、逆転してくれてるんだけど、10番目とか、ラインが非常に見えるところだったので一瞬切れるかな、球入ってくれという
思いで見てましたけども、さすが4番ですよね。週末はジャイアンツです。意気込みを聞かせてください。とにかくもうこの勝ち、勢い、それをしっかりと持続しながら戦っていきたい、それだけですね。はい、今日もたくさんのファンが集まりました。最後、改めてメッセージをお願いします。本当にたくさん、いつも皆さんの声援が力になります。うまくいかない時も応援していただいたり、もちろん叱咤激励も感謝しています。しっかり戦いますので、またよろしくお願いします。続きましてヒーローインタビュー、今日のヒーロー高橋周平選手です。高橋さん、ありがとうございます。まず1本目のタイムリー、どんな気持ちで打席に入りましたか？チャンスだったんで、ランナー返せるように打席に入りました。2本目のタイムリーは同点に追いつく価値ある1本でした。あの打席はどんな気持ちでバッターボックスに入りましたか？チャンスだったんで、ランナーを返せるように打席に入りました。第3打席ツーベースでした。どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか？ちょっと転換も怪しくなってきたところだったんで、塁に出ようと思って打席に入りました。3本目は今シーズン6回目の猛打賞になりました。これについてはいかがですか？いっぱい打ちたいんで、打ててよかったです。5回の表の守りでは、相手のセーフティーバントを素手で掴んで一塁に送球というプレーがありました。あのプレー、ご自身で振り返ってください。ちょっと狙われてる感じがしたんで、1球目だけ少し前に打った結果が良かったです。これでチームは今シーズン初の5連勝になりました。今のチームの雰囲気を教えてください。雰囲気ですか？勝てているんで雰囲気はいいと思います。週末はジャイアンツ戦が待ってます。意気込みを聞かせてください。相手どうこうという問題じゃないと思うんで、一試合一試合残り少ないですけど、全力で戦っていきたいと思います。最後に皆さんにお伝えしてくれました。ドラゴンズファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まだまだ規制がありますが、僕たちは一生懸命頑張るだけなので、また熱い応援よろしくお願いします。Oh, you're so beautiful.
Thank you.